何今、あ、蚊だったの、うん、蚊だと思ったの、うん、さあ、本日の動画ですけれども、これ、うん、まあ、先に言っとくと、うん、今日の動画はですね、まあ、ちょっと内容的にまあ重たく捉えられるかもしれないし、まあ実際ちょっと重い内容だったりもするんだけど、うん、決してですね、同情してほしいとか、うんうん、あの大変だったねって言ってほしいっていう動画ではなくて、うん、前回の動画とかその前の動画もそうなんだけど、どっちかというとそういう方々、そういう不安を抱えた方が見て、あ、そうか、こういうこともあるんだなって、こう寄り添える動画にしたいので、うんうん、発信してますんで、うん、もちろん応援コメントとかめっちゃ嬉しいし、あの前回動画とかもすごいコメント数だったね。めちゃくちゃ多いコメント数だし、うん、ネットニュースにもなったり、なんかもういろんなところから言われたりさ、うん、とにかく反響あって、もちろん再生回数もそうだけど、うんうん、まあ、さっきも言った通り同情してほしいという動画ではないというのをね、うんうん、今回は特にそれをちょっと伝えたいなと思います、うんうん、ということで、うん、まあ、早速なんですけど、またウィズがはい宣伝ありがとうございます。ウィズの連載がですね、まあ包み隠さずこういう発信もしていって、それこそ寄り添っていけたらいいなっていう思いでね、うん、やってると思うんだけど、うんうん、今回が、まあ、ちょっとなんと言いますか、流産を、うん、実は一回しててという話でしたね。結構重たいというかね、うんうん、そのしんどい、発信する側もしんどい話じゃん。確かに。でも発信してるわけじゃん、うん、これはなんで発信しようと思ったの？こういう記事とか動画自体を見ることが辛い時もあるんだけど、うん、一方で、あの自分一人じゃないってこう勇気をもらえるタイミングもあったりするの、うんうんうん、だからそういう方たちに向けてなんかこう寄り添えるあの記事になったらいいなと思って言おうかなって思ったのと、うん、あんまりこの妊活とかにまだ縁がない人たちはあんまり知らないと思うんだけど、うん、流産って本当に珍しいことじゃなくて、そうだね、だからそういうまあ心構えというか、まあ、決してその珍しいことじゃない、こう誰にでも起こりうるっていう、まあ、知っててもやっぱショックなんだけど、そうだよね、でもなんかそういう情報とかも知らないことが多かったから、うん、そういうのも発信できたらいいなと思ったのもあるね、うんうんうん、まあその記事でも出てるけど、その、時系列で言うと、うん、まあ、例えばタイミングとかでさ、うちもこうやってさ、うん、で、まあ、なるべくやっぱり早くできた方がいいよねっていうので、ちょっとでも確率上げたいねってことで、うん、体外受精にしようっていうね、うん、自己受精が間にあってね、うん、そうだね、うんうん、これ今から妊活考えてるとか、うん、絶賛妊活中ですよっていう旦那さん側、これ結構ね参考にしてほしいとか聞いてほしいんですけど、うん、あの僕も一回その人工受精で、うん、あの精子をね取って、どれぐらい数がいるかみたいな、あ、それ言っていいんだね。だからなんかその旦那さん側の情報はさ、私のウィズの記事で言うのはおかしいなと思ってたから、全然、そのでも確かにさ、そのそもそもの不妊治療って、うん、でまあ、どうしても発信するのは女性が多くてさ、うん、でも私の場合はまあ私結構いろいろと検査して分かったことがあって、主に私が頑張るっていう状況だったんだけど、男性は男性でじゃ何もないかって言ったらそんなこともないもんね。全然そんなことないって言うよね、うん、で僕らで言うと一回人工受精やろうってなった時に、うん、無知すぎて、で普段トレーニングしてるし、まあ、ただお酒そんな飲まない、うん、でタバコも吸わない、っていういわゆる健康体だよね、うん、なんだけどトレーニングってただただいいもんだと思ってたけど、うんうん、やっぱりじゃあ人工受精で次の日取ります、精子を取りますってなった前日かなんか、あ、仕事だったかな、うん、結構移動が多い仕事プラスめちゃめちゃ体力系の仕事で、うん、でなおかつ体力系だからトレーニングもしなきゃいけないっていうので、うん、結構体が疲れた状態で精子を取ったんだよね。したら全然数がないですみたいな、うんうんうん、でマジと思って、めちゃくちゃ健康体ですけどと思って、うんうん、数がないってなって、で
あ、旦那さんもしかしたらちょっと疲れた状態だったかもしれないですねみたいな。そうだね、だからその前日のそれなのか、うん、ちょっと前に風邪もひいてたりとか、あ、そうね、いろんな要因でこう状況が変わることってあるらしくて、だからびっくりしたよね、うん、で、あ、そうなんだってなって、じゃあ次また頑張りましょうみたいな時に、うん、もう3日前からちょっと体を休めて、でも疲れもあんまりない状態で取ったら、なんか何十倍にもありますみたいな。あ、よく覚えてるね。もちろんもちろん、ショックだったもん。あ、なんでって思ったから。なんかでも伝えないわけにもいかないしさ、うんうんうん、なんか私一人で基本的に婦人科行ってて、うん、うん、でも伝えないのも変だしなと思って伝えたけど、うんうんうん、そのめちゃくちゃいい時とめちゃくちゃ悪い時の差がすごくて、うんうん、そのあまりにもいない時だと、その人工授精今日はできませんっていう日もあった、うんうん、そうだよね、そうそうそう、だから、あ、男性側もいろいろと気をつけなきゃいけないし、知識持っとかなきゃいけないんだなっていうのをその時めっちゃ感じたの、うん、あ、そうだったんだ、ね、そうそうそう、だから体外受精の時は祈るような気持ちだった、今日、うん、たくさんいてくれますようにっていう、その数が少ないと受精させるのも大変だったりとかして、うん、ちょっとめっちゃその日はいい日だった、うん、そうだね、うん、そうで普段元気もりもりでさ、うんうんうん、ってやってんのにさ、うん、いやいや俺がうーんなのにさ、精子弱いんかいと思って、うんうん、そう、でもまあまあ、あの本当体調によりけりだったりとか、そうなんだよね、だからそうね、この夫婦でのこの会話っていうのはね、すごい密にした方がいいよね。うん、言いにくいことも多分お互いにあるけど、うん、遠慮してたらね、そう、先に進めない前に進めないと思うから、ちゃんと話し合った方がいいというねことなんだけども、うん、まあ、そっから、体外受精、うん、確率をもっと上げようっていうので体外受精して、うん、で、まあうまくいって、うん、で、まあ結果それで、まあ、流産っていう形になっちゃったんだけど、うんうん、なんか俺としてはなんか本当に出てきて、うん、おぎゃーって泣くまで分かんないっていう、うんうん、のがすごい念頭にあったし、そういう心構えでずっといたから、うん、まあ正直その流産になっちゃいましたって聞いた時も、うん、まあもちろん悲しかったし、うん、なんかこう申し訳ないっていう気持ちも赤ちゃんにね、うん、あ、申し訳ないっていう気持ちもあったし、あと単純にタンちゃんの心のケアをしなきゃなっていうのいろいろあったんだけど、うんうん、割と自分がそういう状態だったから、あ、思ってたよりこうダメージが、うんうん、超その心構えしてたから準備を、初めて妊娠できたっていう喜びの方が結構大きかったから、確かに不安な毎日だったけど、いざそれを目の当たりにするとさ、やっぱ心構えしてても ね、 そうだよね、なかなか、あと身体的な負担も結構あるから、うん、その仕事も急に休まなきゃいけないっていうので、ちょっとさすがに急すぎて理由を言うのとかもちょっと辛かったりとか、確かにその後とかもやっぱりね、うん、なかなか次に向かうためにはちょっとやっぱり、ね、気持ちの整理とかも ね、 そうね、そうあるから、だから、まあ、それは本当にいつでもいいよって話もしたしね、うんうんうん、その流産しちゃった時じゃなくて、うん、妊活をそもそもすごい頑張ってる時とかさ、うん、そのタイミングとか人工授精でずっとうまくいかなかった時もやっぱりメンタル的には落ち込んで、うん、で例えば世間体とかその家族のこととかそういうことで子供を作んなきゃとかそういう気持ちにもしなってるんだとしたら、本当にいいからねって言ってくれたのがすごい嬉しかったの。でその時に違うって思えて、うん、いや私は純粋に子供が欲しいって、うん、なんか自分の気持ちも再確認できて、それで頑張れたっていうのもあるし、その流産した時もそのまあある程度覚悟は決めるじゃない、その、ま、流産したことによってやる検査とかもまた増えて、でそこで分かったこともいくつかあって、うん、
でさらにこう自分の中で、あ、もしかしたら本当に無理かもしれないなって、なんかちょっとある程度覚悟をしたというか、なんかその覚悟も持ってなきゃいけないなって思って、でもなんかさ、すごい子供好きなの知ってるから、俺がね、そうそう、うんうん、だからなんか申し訳ない気持ちと、うん、なんか私と結婚してていいんだろうかみたいなのとかも、うん、こうどうしてもそんなことないって言ってくれるの分かってんだけど、うん、どうしても自分の中で考えちゃう時期みたいなのがあって、でもこうずっとゆきちゃんがいてくれればいいからねっていうのを言ってくれて、でも自分の中で申し訳ない気持ちもあるんだけど、それ以上にずっと言ってくれたのが安心感につながった、うん、俺はでもゆきちゃんと一緒にいれればいいからねって言ってないよ。え、タンちゃんと一緒いや、そこいいじゃんでも本当にそうで、うん、一番大好きで一番大切なのはタンちゃんだし、うん、で、まあそれで、まあ変な話プラスアルファぐらいで、うん、子供ができたらラッキーだし嬉しいし、うん、ぐらいで思ってて、ね、本当に子供が生まれたら世界で2番目に好きだと話そうっていう、あるね。だ本当に俺はもうそうだから、うん、そう、そういう風に思ってたから、うん、だから大丈夫だよって言ってた。そこの嘘はなかったし、なんか、うん、でもその時ってさ、結構やっぱりメンタルがへこんじゃってるから、うん、すごい言ってくれても、うん、でもって思っちゃうんだよね。そうだね。そのいや、すごい嬉しいけど本心かなみたいな、うんうんうん、しかもなおさらめちゃくちゃ子供好きだから、うん、なんかどっかでこう、はあ、申し訳ないみたいなのがあったんだけど、もうその数回とかじゃなくて何回も何回もずっと言い続けてくれたっていうのが、うん、なんだろう、あ、本当にこのまま二人でもいいのかもしれないなって思えた、うん、時間はどうしても一回じゃね、うん、そうだよね。そう、うんうん、そうそうそう、まあまあ、だから簡単じゃないんだよなっていうね、うんうん、本当に奇跡だしね、できて生まれてっていうのも奇跡だし、そうだね、そうそうそう、俺が、あ、めっちゃ大変めっちゃ大変って思ったら掛け2になっちゃうから、うん、それがだから俺は、まあ、その大変な分は、うん、もう俺のここで収めますよっていうぐらいな感じでいるから、うんうん、大丈夫です、大丈夫ですよ、安心してください。 I'm wearing 安村さんゴッドタレントの安村さんねでも本当そんな感じ、安心してください、うんうん、そばにいますような気持ちだし、そうだ、ね、受け止めますような気持ちだから、うん、まあ、それは大丈夫です、二人でやっていくもんだよっていう、ね、そうだね、本当、うん、ぴったり一緒の気持ちで、うんうん、やるしかないんだよね、うん、まあまあ重たい内容ですけれども、うん、これを見てね、なんか支えになったりとか、うん、あ、全然知識としてそこなかったわっていう気づきがあったりとか ね、うんうん、すればいいなという動画なんで、はい、ありがとうございました